この動画は徳島県教育委員会が児童生徒の皆さんや保護者に向けて作成した家庭学習応援動画徳島学びのサポートです中学3年生の皆さんへ国語、社会、数学、理科、外国語の学習の仕方をまとめていますしっかりと聞いてこれから学習するときの参考にしてください 国語のの学習の仕方について説明しますまず教科書の学習内容を確認しましょう。今のうちに1、年生の教科書を確認していきましょう。また3年生で使用する教科書を確認していきましょう。例えば教科書にある作品などを再読して感想を書いたり教科書などにある語句の意味を調べたり漢字を練習したり日常生活の中で関心のある事柄について 意見文を書いたりししてみましょう次に新聞や補助教材を教材として活用しましょう新聞や本雑誌学校の問題集などの補助教材を活用し家庭学習を工夫していきましょう例えば新聞を読み記事やコラムを要約したり感想文を書いたり教科書の教材やさまざまな本の内容と関連付けたりしてみましょうまた,また 各学校で用いている問題集などに取り組んでいきましょう。わからなかった問題はノートに書き出すなどして自分の課題を自分自身が理解することを目指してください。わからなかった問題をそのままにしておかないようにしましょう。社会科の学習の仕方について説明します。まず1、2年生の学習内容を振り返ってみましょう。1、2年生で学習した内容を教科書等で振り返り、 さらに調べてみたいことなどについて教科書等で調べたりノートに書き加えたりしてみましょう地理的分野の学習の例としては次のような学習方法があります教科書の単元末のまとめを参考に白地図や表などに学習内容をまとめる地図帳や統計資料を活用して調べてまとめるまた歴史的分野の学習の例としては教科書の単元末のまとめを参考に年表や白地図などに 学習内容をまとめる出来事の原因、背景、影響についてノートにまとめるなどがあります1、2年生で学習した地理や歴史については各学校のワークなども使いながらこの休業期間中にしっかりと復習しておきましょう次に3年生の学習内容について見通しを持ちましょう教科書のこれから学習する部分を読み疑問に思ったことをノートにメモしたり 教科書等で調べたりしてみましょう。あらかじめ教科書を読んでおくことで見通しを持って学校再開後の授業に取り組むことができます。また3年生では公民的分野の学習も始まります。日頃から新聞やニュースで話題になっていることなどについて自分で文章にまとめたり家族で話し合ったりすることも公民的分野の学習につながります。また参考として NHK の E テレ等の社会科に関する番組や文部科学省ホームページ子どもの学び応援サイト等も社会科の家庭学習に役立ちます数学の学習の仕方について説明します数学は一度わからなくなるとその後ずっとわからなくなる教科ですですから1年生の頃からしっかりと取り組んでおきたい教科ですただし3年生からでも遅くありません きちんとしたやり方で学習すれば実力もつき自信が持てる教科になっていくはずですまずは中学三年生のスタートにあたり1,2年生の学習内容を確認しましょう使うのは教科書です数学という教科は教科書が説明書になります説明書である教科書すら理解できていない状態では問題集を解いても実力はつきません教科書には問題を解くための詳しい解説が載っています まずは教科書の問題をきちんと解き解説を見なくても解けるようになるまで繰り返し解きましょうその際どこを間違えたのかチェックできるようノートに途中の計算方法等も丁寧に書いていくことも大切なポイントです2つ目は理解して解き進めることを意識しましょう基本問題が解けるだけではその内容を十分に理解できているとは言えません例えば 中学1年生2年生で習った問題の解き方が理解ではなく解き方の暗記であった内容があればこの機会にもう一度その内容を学び直しておいてください基礎がしっかりと理解できていれば応用問題も自力で解くことができるようになります理解から実践と進めることで内容を確実なものとしていきましょう3つ目は十分な演習の量と質を確保しましょう 数学では解説を見てできるつもりになっていても実際は問題を解こうとするとできないということがあります。理解したつもりになっているだけでは実際には理解できていないということです。単に量だけではなくいろいろな問題を解いていきましょう。そして人に説明できるようになれば理解できていると、できているはずです。また、 自分ができない問題に気づくことで弱点を克服していくことができるのですいろいろな問題に挑戦してください理科の学習の仕方について説明します理科の学習では身の回りで起きることに対してなぜという疑問を持つことからスタートしますその疑問に対してどのような観察実験を行えばよいかを考え観察実験を行いますそして 観察実験結果から分かることを考えていきますそのことを踏まえてもう一度 1, 2年生のの教科書書を見てていいきまましょう。単元の最初には、はてなマークで疑問が書かれています。例えば1年生の教科書生命の分野では光合成は歯の細胞のどの部分で行われるのだろうかといった疑問ですこの疑問を解決するために まずどのような観察実験を行えばよいかを考えてみましょう次にどのような結果になっていったかまとめてみましょうそして最後に結果からわかることは何かを考えて説明できるようになりましょう的確な説明ができるようになるために次の4点を押さえておきましょう1重要語句教科書の太字を覚えましょう2 実験観察で使う試薬指示薬の役割を覚えましょう。3観察実験するときの注意点を整理しましょう。4観察実験から導き出された公式や法則を押さえておきましょう。単元の内容を理解できているかを確認するために問題を解いてみましょう。徳島県立総合教育センターにある問題もぜひ解いてみてください。そして できなかったところはもう一度自分で調べて考えてみましょうそれでもわからないところはチェックしておき授業が再開されたときに先生に質問してみてください外国語英語の学習の仕方を説明します英語を聞く英語を読む英語を話す英語を書くと毎日英語に触れる時間を作りましょうどうすればよいでしょうか まず学校からの課題や1・2年生の教科書さらには中学校外国語教材ブリッジを活用しましょうブリッジには18編のの読み物がありますポスターや電子メール SNS など皆さんの身の回りの実生活でも目にするようないろいろなタイプの英文が準備されています右上にある二次元コードを読み取れば 本文の音声や回答例を聞くこともできます読んだり聞いたりしながら要点は何か概要は何かと考えましょう理解を確認するチェックもありますその後読んだり聞いたりしたことについて自分の考えを話したり書いたりしてみてくださいまずこのようにブリッジを活用して読んだり聞いたり話したり 書いたりししてみましょう他には英語ネットから「聞く読む話す書くの」の各教材をダウンロードして取り組んでみましょう優しく読める英語ニュースには中学校英語教科書で使われている語彙で読めるように書かれていますさまざまな分野のニュースの検索ができます和訳も キーボードリストもあります読んで内容をつかんだら内容をまとめたり自分の考えを書いたりしてみましょうまた NHK のラジオテレビ放送や NHK 語学サイトを視聴し内容理解問題などに挑戦してみましょう3年生の皆さんは基礎英語3やあるいは復習として基礎英語2、基礎英語1を活用するのも良いでしょうこのように 文部科学省の子どもの学び応援サイトなども活用して毎日英語に触れる時間を作りましょう文部科学省のホームページにある子どもの学び応援サイトや徳島県立総合教育センターのホームページには様々な動画や学習プリントがアップされていますぜひアクセスをして学習を進めていってください